クラスのダール、クラスのダール、クラスナターは、ロシア連邦南部の都市、北高カサス西部に位置するクラスのダール地方の、行政の中心。クバン川に望み、伝統的に、クバーニ地方の中心でもあった。人口は65万3300人、2004年。モスクワから南に、約1540キロメートル、国会沿岸の港湾都市のボロシスクからは北東へ80キロメートル、 入った内陸にある。都市の建設は1794年1月12日、グレゴリオ歴で、当時の名前は、エカテリーノ・ダール、イー・キャッテリーノ・ターだった。これは、エカテリーナの賜物を意味し、ダールは、贈り物を意味する、エカチェリーナ2世が、クバーニ地方の広大な土地を、国会コサック軍、後のクバーニコサック軍に与えたことを記念していた。また、 死の守護聖人にもなっているアレクサンドリアの語りナをも念したものであった。10月革命後の1920年12月、エカテリノダールは現在の名称であるクラスのダールに改名された。クラスの2は古語の美しいという意味と赤いという意味があり、美しい玉物とも赤い玉物とも解釈できる。 共産主義革命直後の政治的空気から皇帝にちなんだなから革命にちなんだなに変えることが行われたことが背景にある。1793年、ユリウス歴、チェルケシア、北カフカース西部のチェルケス人らが住む一帯の領有をオスマン帝国と争っていたロシア帝国の皇帝、エカチェリーナ2世は、チェルケシアの国境地帯を防衛するために、 ウクライナ南部の国会コサック軍にこれらの地を幼地として与え、要塞を築かせた。当時、エカテリノダールと呼ばれたクラスのダールは、この時に建設された要塞の一つである。こうした経緯からクラスのダールも含めクバーニ地方には、ウクライナ系住民が多い。エカテリノダールは19世紀前半には、クバーニコサック軍の政治、経済の中心地として、発展を遂げていた。 1860年には、エカテリノダールを州都とするクバン州が設置された。19世紀後半に鉄道が開通してから、町は大きくなり、1888年には、人口4万5千人ほどを要するロシア南部の公益中心都市の一つとなった。1897年には、クバーニコサック軍の中東地建設以来200年を記念して、オベリスクが建てられた。 ロシア革命後のロシア内戦時には、エカテリノダールはハンボリシェビキのクバーニ、人民共和国の首都となった。エカテリノダールは、赤軍と白軍の間で何度も争奪された。特に、クバーニコサックの多くは、反革命、ハンボリシェビキ側を支援し白軍へと身を投じている。1920年12月に、エカテリノダールは、クラスのダールと解消された。 第二次世界大戦、大祖国戦争では、クラスのダールは1942年8月12日から1943年2月12日までの間ドイツ国防軍に占領された。クラスのダールは戦闘で大きな打撃を受けたが、戦後速やかに再建されている。ドイツ軍から解放された後の1943年の夏、ソビエト政権はナチスとの内通や、 戦争犯罪への関与をめぐって、自国民も含めた被告に対し裁判を開始した。これらの裁判の最初となる裁判が1943年7月14日から17日まで、クラスのダールで開かれた。これはホロコーストにおける、ユダヤ人大量を殺害に対する最初の公開裁判でもあった。クラスのダールでは8人に死刑が言い渡され、その処刑は、 数千人の市民が集まる市の広場で公開的に行われた。クラスのダールには、ロシアアバンギャルドの建築家、技術者であるウラジーミル・シューホフが設計した、総局面構造の鉄塔、シューホフタワーが残っている。この塔は1928年に建てられ、クラスのダールサーカスの近くに現存している。聖カチェリーナ聖堂、中立美術館。 マクシム・ゴーリキーを記念して名付けられた広場と、劇場、クラスのダール公共楽団が本拠とする、南部屈指の音響を誇るコンサートホール、州立コサック合唱団、クラスのダールサーカスなど、文化活動は活発で施設も整っている。クラスのダールの名所の多くが集まるのが、目抜き通りのクラスナヤ通りで、通りの起点には、中央コンサートホールが、 終点にはアブローラ映画劇場がある。また通りの中ほどには凱旋門が立っている。クラスのダール国際空港、パシコフスキー空港はクバン航空、クバンエラインズの本拠となっており、ロシア国内外の各地へ定期便が飛ぶ。市内交通はバス、トロリーバス、路面電車、マルシュルート化が担っており、トロリーバスと 路面電車が主な交通手段となっている。ソビエト連邦時代には工業都市として知られ、今日でも農作業機械などの機械製造や食品加工などが盛ん。国土地帯にある土地が肥沃で、トウモロコシや米などの穀類やひまわり、果物を工作する。茶の栽培も盛んで、世界の茶栽培の北限に近い。サッカーのクラブチーム FC。 クバ番クラスのダールと FC クラスのダールが本拠を置く。女子バレーボールのクラブチームのディナモクラスのダールがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。